福島方のオニバス福島方は、新潟県新潟市北新花に位置する方。方の下流は、2号川と同分水路、福島方放水路へとつながり、周辺部には水の公園福島方が整備されている。福島方は毎年、国の天然記念物であり旧と夜坂市の鳥でもある、大石喰をはじめとする220種類以上の渡り鳥が飛来するため、 国指定福島型鳥獣保護区に指定されている。また、多くの水性、湿性植物などが450種類以上確認されているほか、オニバス水葵、ミクジなど全国的にも希少となっている植物の自生地としても確認されている。このように多くの自然が残されているため、福島方は環境省の日本の重要湿地500、重要外地里山、 朝日新聞の21世紀に残したい日本の自然百選、新潟日報の新潟継承百選などに選ばれており、さらに福島型の臭い切れとして環境省の香り風景百選にも選ばれている。江戸時代から昭和期まで干拓が行われ、面積は大幅に縮小した。2003年には福島型放水路が開通。2019年現在では、 福島方河川改修事業が進められている。同事業は2016年の土木学会デザイン賞において奨励賞を受賞している。一帯は水の公園福島方として整備されており、菜の花の名所としても知られる。かつては菜の花が見ごろを迎えるゴールデンウィークの時期に豊坂駅南口からシャトルバスクイクイ号が運行されていた。ありがとうございます。